じゃあニュースポスト7からですね、この手の秋篠宮の本の要約ですかね。エイミは5年前に語っていたと、衝撃のインタビュー力、秋篠宮というわけですね。今から30年近く前のエイミヤの言葉、ジャーナリスト江守さんは最近よく思い出すと。学生時代に結婚相手を見つけないと結婚は難しいですよと。外出すれば、皇族の同棲は常にマスコミなどから注視される。どこに行くにも警備担当者がつくと、彼らの行動は一般人と比べてかなり制約されたものでしょう。普通に恋愛を楽しむことはなかなか困難ですね。江守さんによるエイミヤ本人へのインタビュー力、エイミヤでも長女の結婚問題に、神が多く割かれている。締めがね。だが、それはスキャンダルとは違った切り口である。暴露本やと思って、ちょっと期待したんですよ。文春とか、新潮が書いてたからさ、なんか衝撃の告白本みたいな。そんな感じのノリやったから、この人の背景もそんな知らんし、読んでみたんですけど、がっかりです。非常に。それはこういうレビューにあると思いますよ。長女について述べるなら、どうしても触れておかなければならないことがあると。結婚して民間人だったなった彼女には離婚して、もう戻る家はないということである。そうですね。まず、秋篠宮を名乗れないと。ということですね。だから、眞子さんは、キリストがね、ゴルゴダの丘で最後にね、背負った十字架より重い十字架を持ってるわけよ。目は割れなかった。残念ながら。一般国民と同じく、うまくいかなかったら離婚すればいいという考えは通用しないと。結婚の家や離婚の自由さが彼女にないことを私たちは一度冷静になって考えなければならない。こう言ってる時点で結構最悪しそうですよねって思いますけどね。はい。眞子さんが頑なに結婚へと、進んでいった背景に、皇族の自由や人権をめぐる問題があると同志は指摘すると。こういう風な論調をするわけ、結局ね。だから毎日新聞出身やなと思うわけですけども。江守氏はある時、エイミヤにこう聞いたというと。どこされてんのかな。殿下はパスポートはお持ちでしょうか。答えはこうだった。外交旅券がその都度発行されますね。それは、知ってるんじゃないですか。ジャーナリストであれば、それぐらいは知ってますよね。パスポートお持ちでしょうかって。それ書いてありますから、ウィキペディアかなんか、いっぱい書いてありますから。で、これをあえて載せてるっていうことは、なんかですね、同情誘ってるっていうか、ね、こんな風に人権ないんですよ、みたいな言ってね、人権付与しましょうよ、みたいな。それって最悪しそうですよね。それゆえ公的指摘を問わず、外国訪問のたびに、宮内庁を通じて外務省に申請し、外交旅券を発行してもらわなければいけないと。そうですよ。入国手続きがスムーズにいくように外務省を通じて事前に訪問国に連絡し調整してもらう必要があるんだと。もちろんマクさんにも結婚前にはパスポートはなかった。小室圭さんは長く米国に留学 していたと。会いたくてもすぐ米国に行けないと。諸手続きや経費などの問題に加えて彼女の場合だと記者発表も考えなくてはいけないと。で、同情を誘っているような論調ですよね。江守さんは同書の執筆意図と合わせてこう語ったと。私たちが当たり前と思っていることが彼の女たちにとってそうではないと。ですから、皇族である前に一人の人間であるっていうのはそういう論調で書かれてるんじゃないですか。だから僕としてはタイトルパッと見て思ったのは一人の人間だからその人間っぽいやらしさであったり、ドロドロとか、そういうのを期待してたんですよ。しかし、違いますよね。人間だから人権を付与しましょうみたいなことを言ってるようにしか思えないですね。それ最悪しそうですから。天皇とは何か、皇室とはどういうものなのかといったテーマを大冗談に構えて考えるより、パスポートの有無のような身近な視点から照らしたかったんですと。だからこういう最悪しそうが近づいてるんですわな。婚約内定をスクープした NHK に情報リークしたのはエイミヤだという報道すらあったと。エイミヤと30年来の交流を持ち、エイミヤの著者であるジャーナリストの江守さんは、これね、否定してたね、本で。直接本人にその真偽を尋ねたことがある。すぐにエイミヤ候補を漏らした。できれば早く訂正したいですよ。理由としてエイミヤは、あの記者は私はテレビでしか見たことがありませんとかだったと。しかし、エイミヤが実際に訂正することはなかった。どうなんですかね、これは。にやかに信じがたいんですが、孫内親王に関する報道が繰り返されていたある日のこと、私はエイミヤに報道の是非について尋ねてみた。一部の報道に対してご意見やご感想を教えてください。これですね。当方の姿勢として間違った記事が出ても、よほどのことがない限り、訂正を求めたり抗議をしたりすることはいたしません。アルパラグラフの中にある不正確な箇所を指摘することは、それ以外は全て正確ということになるからです。週刊誌ではありませんが、最近は SNS での情報拡散も多々あります。かなりけしがらん記述も見られますが、
それらまで含めて対応するのはとてもできることではありません。SNS 上でも全ての週刊誌でも、まあ別に誹謗中傷してるとは全く思わないですし、正当な批判をされているなと。元凶っていうものはやっぱり残念ながら応援にもあると思いますし、どこが悪いのかも反省して、再発防止策、改善策を取っていくのが、まあ筋だと思いますし、まあそれは宮内庁も動くべきだと思いますしね。小室問題もそうですしね。解決できなかったわけですから。小室反省しないですからね。はい。反省のことがあんまないっていう。ほぼないですよ。ゼロですよね。それがちょっと残念ですね。江森さんは、エイミアからある種の定年すら感じたと。コースト報道が憶測混じりになる背景には、宮内庁の対外発信が変えられているという情報もあります。情報が少ないからこそ噂が横行しますと。宮内庁の対外発信をしたとしても、今の宮内庁で、ね、正確な情報が出てくるとは全く思えないし、君たちはね、宮内庁を使ってさ、大手マスコミコントロールしてるわけだから、ってなると、な、実質宮内庁が対外発信してるようなもんじゃないんですか。し、変更報道をしてるわけですよね。その変更報道の変更が問題なわけであって、対外発信が限られてるっていうのは問題じゃないと思うんですよ。それは大手メディアにやらせたらいいじゃないですか。で、真実を報道していただきたいですね。まあ無理でしょうけど、それを週刊誌が書きつけて報道しますと。大手メディアが真相をやれば、まあ週刊誌が書きつけることもないわけですよ。書きつけるっていうのがね、ちょっと失礼ですけどね、しかし。なんか下に見てるなっていう感じはしますけどね。はい。結婚をめぐる一連の報道は小室圭さんとマクさんとメインニューヨーク転居によって一定の収束を見たと。少なからず僕思うのは、大手メディアなんて、ね、週刊誌の方がよっぽど立派ですし、よっぽど真相に迫ってますし、よっぽど確信が高いですよね。証拠もありますし、読者を引き継ぎますし、週刊誌の方がよほど優秀だと思いますけどね。大手メディアなんてもう終わってますからね。視聴率がね、下がってるわけですし、テレビ買わなくなるわけじゃないですか。これが面白かったらテレビ買えますよ。同期で NHK 映らないテレビを。しかし、過去内親王や親しい親王、愛好内親王ら、若き皇族がそう得ない将来に直面する問題だろうと。まあ、というわけで、やっぱりね、最悪しそうに見えるね。擁護本のように見える。人権がなくてかわいそうみたいなね。まあ、それが皇族なんですから、その皇族の方なんですから、それがなくなって一般人みたいになれば、皇族とはってなってくるんですよね。彼らはそれが狙いなんじゃないですかね。そして崩壊を狙っていくスタイルなのかなと私は思いますけども。はい。まあ以上ですね。それでは皆様ご一緒に近しつつ、バイバイ。